ということで今回は、はい、アミたちが4月に買った購入品紹介をしたいと思います。イエーイ。って言ってもね、購入品紹介とか言ってるんだけど、めちゃめちゃ買ったとか高いもん買ったとかいいもん買ったとかじゃないから、本当に違うんだけど、違うので普通に買ったよって言いたい、うん、そうなんか4月ずっとお家にいてネットでポチポチしてたんだよね。そうポチポチしてたから、それを紹介しようって思って、はい、やります。イエス。で、特に雨もないんだけど、はい、ということで、もうなんかそんなに内容ないけどやってきます、はい、せーの、それでは早速いくよ。パッパーパー。はい、ということでやっていきたいと思うんですけど、やりたいと、はい、はい、アミはまずコスパ服を紹介したくて、はい、どうしようかな。じゃあコスパ服、今着てるこちら白のロンティー、可愛くない？可愛い、シンプルだね。そう、めっちゃシンプルなんだけど、袖がね、ふわってしてるの、もうこういうの大好きだから。白のロンティーと、あとこのジーンズですね、これを買いました。はい、次で、これとこれと、そう、あとこのシャツですね、これ2人で買ったね。そう、なんか薄手で通りやすそうだなって感じ。夏とかでも全然着れそう、可愛いんだ、大きくて。で、もうお気に入り、これはアミのパーカーなんだけど、インスタにも載ってたんだけど、クマのクマパーカー、なんかすごいオーバーサイズで、パーカーめっちゃ欲しくて、でちょっと安くなったから買っちゃった。パーカーいっぱい買おう、うん、パーカーかわいいよ、うん、って感じです。今のさ期間だからこそパーカーめっちゃ来ないだって、めっちゃわかる、家でもね、うん、ちょっとスーパー行くとかさ、パーカーがいいじゃん、やっぱ楽だしね。そう、かわいいからこれ買っちゃいました。はい、次ミユ、ミユはね、はい、次ミユはこちら、ミユとビッシュ、ビッシュがめっちゃ好きなんだけどね、これね、特にね、ニットみたいのがめっちゃ可愛くて買ってしまった。ブラウス、なんていうんだろうね、そう、なんか、ね、外のやつもね、めっちゃ伸びる、こんなに、それがやばい、そんな伸びるの、取っても大丈夫、やったこちらも着てたよね、ミオンチカフェの時にね、着てたと思います。はい、はい、で、次こちらのね、靴です。はい、はい、こちら GU のやつなんだけど、GU なんだ、いくらだと思う？いくら？1000円しないからね、安くめっちゃ安いので、なんかアミさ、背低いから本当はこういう服じゃない、こういう靴あんま履かないんだけど、めっちゃ可愛いし、まあ痩せたら着ようかな、履こうかなって、もう服になっちゃってるからアミにとってこれ違う、履こうかなと思ってちゃった、うん、そう、でこのね、ジーパン買った時に買ったんだけど、一緒にこのジーパンにも絶対合うじゃん、うん、絶対可愛いじゃん。そう、だからなんかシンプルで大人っぽい服の時とかに可愛いなと思って買いました。はい、あとはこちら、カバンです。はい、これはね、なんかとってもトートバッグみたいな感じなんだけど、革だからそんなラフになりすぎない感じで、めっちゃ使ってる、なんかいっぱい入るし、中にね、こういうポーチみたいのが入ってて、これになんか化粧品とか持って打ち込んで、打ち込んでこの中に入れるっていう感じで、その中も散らからない感じで、めっちゃ好きです。で、アミもカバン買っちゃったの、うん、白のカバンが欲しくて買っちゃいました。こちら、そう、なんかこれポッケがいっぱいあるの、じゃーん、あー、前ポッケがでかい、そうポッケいっぱいあるので2個しかなかったけど、まあでも前ポケが大きくて、ここになんかちょっと大きめのガチャガチャさ、香水とかさ、ハンドクリームとか、そういうのをこの前ポケに入れて、でこっち大きいもん入れるみたいな、すごい使いやすい、結構入るのね、それも、だからめっちゃ使ってる、これも最近ずっとこれ使ってる、いいね、うん。じゃあ次はこちら、急になんだけど、髪の毛の、突然なんだけどね、これ髪の毛の
ミルボンエマルジョンみたいな、エマルジョン、そうミルボンエマルジョンみたいなね感じの、めっちゃなんか、そう洗い流さないトリートメント、めっちゃいい匂いなの。これ買ったの最近、そしたら髪質改善された気がした。本当にみゆ本当に髪の毛が伸びなくてすっごい悩んでたの、だから切れちゃって切れちゃって本当に伸びなくて、でも最近伸びてきた。いいこと、アイも時々借りてるんだけどね、いい感じ、しっとりするよねめっちゃ、あとはみゆのネイルだね。なんかネイルにハマっちゃってめっちゃ買った。こちらみゆの購入したネイルたち、もう一気に全部買ったよね。かわいいね色が。そうなんか今ほらやっぱおうち時間でさ時間がたくさんあるわけじゃん、正直にネイルしたいなと思って、でパーツも揃えたの。めっちゃ買ってるやん。パールめっちゃ入ってるパールなんだけど、これね買ってからめっちゃちっちゃいじゃんと思っていや本当に思ったの、いやちっちゃい子たちだなっていう印象を受けまして、もっと大きいのが欲しかったから大きいのが入ってるやつも買いました。であとはこれなんだけどね、これは多分見えないと思うんだけどめっちゃちっちゃいスタッツ、もう本当にちっちゃいの、なんか 0. 何ミリみたいなやつと、あとハートの、見えるかな、ハートのスタッツが入ってるの。これもじゃあみゆの新作ネイルをお見せしよう。今購入したあの子たちを使ってネイルしたの自分で。セルフネイルが好きで地爪で全部やるんだけど、こんな感じでセルフでもめっちゃ可愛くできるから、そう桜もとかも自分で作れちゃうから、これからもうちょっとセルフネイルのクオリティも上げていきたいなって思って、頑張ろう、あるも一緒に、あも頑張ろうって爪長いとねやりやすいよ、本当、うん、あもやる、はいって感じですかね、大体紹介しました、はいこんな感じでいつもみつちはお家でポチポチしてます、はいね、なんかポチポチしちゃうね、押したくなっちゃうね、なんか家にいるとさ買いたくなっちゃうんだよね、うん、って感じで4月の購入品紹介でした。普通だなって思ったけど、こういうゆるい動画もいいなって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとはコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとゆでした。バイバイ。